ロックダウンが続く上海市で、新型コロナに感染していない人が隔離施設に連行される事例が相次いでいます。上海市に住む女性が強制隔離の実態を語りました。上海市で暮らすこちらの女性、自身は新型コロナに感染していませんが、近隣から陽性者が出たという理由で10日深夜、同じ地区に住む数十人の住民とともに、上海市からおよそ200キロ離れた別の市のホテルに強制的に隔離されました。あなたは陰性ですけれども、全体の隔離に協力してもらわないといけない。協力しないと警察に強行連行されますので、どの道行くことになります。上海市では11日の新規感染者数が1000人台にまで減少していますが、ゼロコロナを達成するため、市民に対する厳しい行動制限が続けられています。